はい、めこです。今日は鼻にギブスをつけながらやねんけど、恋愛相談に乗りたいと思います。まあ、まずどういう相談が来たかっていうと、まあ、実は好きな人がいて、まあ、知り合ってから彼から LINE が来るのが本当に初回以来がなくて、いつも私から送らないと何もありませんと。知り合って2年、最初はペアーズで出会って Facebook 交換後、学部の時の同級生が彼が開成にいた頃と同じクラスの友達と知り合った後仲良くなりましたと。要は好きな男の子が開成卒業だよね、きっと。で、相談くれた子も大学の学部が多分開成卒の子がいて、共通の友人がいたって感じなのかな。だから仲良くなりましたと。で、彼は今東大物理で素粒子実験を研究しています。今は博士課程で2年です。で、普段はスイスにいます。東大卒で素粒子の実験をしててスイスにいるって言ったら、もうこれ一択で、ジュネーブにあるセルンっていう研究室なんやんか。もうすごい有名で、ゴリッゴリの理系男子です。で、半年に1回帰国するときに会ってましたと。で、彼にお疲れ様とか頑張ってねとか応援してるよとかなどの LINE 送っても、いつも同じあざまるみたいなスタンプが返ってきて、実際は友達までも思われていないのかと、とても悲しいですと。どうやって仲良くなれるのか本当に分かりません、助けてくださいっていうのが1週間ぐらい前に来たんやんか。彼の情報はだいたいこの文章だけですごくよく分かったんよ。でも相談者のことがあまりにも分からなさすぎて、自分の簡単なポジションとか女の子も何歳なのかなと思って、まあ、あと彼のどういうところが好きなのかなと思って聞いてみたんやんか。まあ、私は社会人ですが、まあ、彼より1歳年下ですと。まあ、はっきり言えるのは彼の真面目なところが好きですと。他のところもあるけど何か説明できません。可愛いですね。はい、恋とは説明できないものですから。なんで私が語ってるのかよく分からないんだけど。で、ちなみに私は台湾人で、彼は純日本人です。ちなみに私結構台湾によく行ってるし、友達もいるし、まあ、なんなら台湾の人と付き合ったことがあるから、結構台湾文化については詳しいんやんか。彼の実家の父も理系の男性で、お母さんの誕生日にナショナルジオグラフィックの雑誌を1年分プレゼントするようなバカですと。そういう性格の人が一番いいかなと思いますと。彼はとてもイケメンなところもありますけどって、まあ顔も好きみたいです。で、ナショナルジオグラフィックって多分知らんと思うねん、普通の人。物理とはとか、なんか地球とはみたいな感じのマニアックな物理学の雑誌って感じかな。で、うちその相談を受けて、まあそれについて動画撮ろうかなと思って、まあまとめてて、で、撮影しようかなと思ったら、その子から DM が来たんよ。もう大丈夫です。一緒に科学館に行く約束すらキャンセルされました。ありがとうございました、みたいな。で、いや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 、よし、今から撮影しようと思ってたんやけど、みたいな。まず私の回答としては、一番いいのはスイスに行くこと。まあ会いに行くのがいいんじゃないと思って思ったけど、やっぱりこのコロナの状況の中で会いに行くのは無理やんか。だからやっぱズームとか LINE 電話とかでテレビ電話をすることって思ったんやんか。せっかく LINE 知ってるんやったら、その LINE 電話をするときに事前にちゃんといつ何時に電話するかをきちんと言った方がいいよっていうことを言おうと思っててん。なんでかっていうと、理系男子って予定外のことをされるとイラッとするんよ。急に会いたくなったの、電話しちゃったみたいなのはダメやん。で、まあその事前準備として、まあナショナルジオグラフィックを読むことっていうね。で、ここで気をつけてほしいのは、ちょっと読んでみたら面白かったっていう感じで、軽い感じで言うこと。私めっちゃ勉強してきましたみたいな感を出すのが一番ダメ。理系男子は浅い知識をひけらかされるのが一番イラつくんよ。自分の研究分野で少しでも違ってたら、いや、それ違うからってマジレスしてくるから、そこは大事。で、テレビ電話の内容やねんけど、研究所について、まあ、どんな感じなんとか、あと研究してる分野についてきちんと聞く。めんどくさくても、いや、好きなら聞く、そこは。で、3番として、はっきり言って、手っ取り早く告白した方がいいと思うよっていうことはアドバイスしようと思ってたんだよね。なんでかっていうと、なぜ LINE 電話をしたいのかっていう理由と根拠をきちんと理系男子には伝えないとわからないから。え、なんで意味あるそれみたいな感じになっちゃうから、ちゃんとテレビ電話をしたい理由を言うっていうことは大事だと思うんだよね。まあ好きだから、もっと仲良くなりたいからテレビ電話がしたいですってちゃんと言えばいいと思うから、すごい十分な理由やん。ここまでが私の、まあ、最低限やることで、うちさ、これさ、相談を受けた時正直ちょっとわからんなって思ったんやか。手っ取り早く告白した方がいいってまでは分かってんけど、周りの理系男子にこういう場合どうなんみたいな感じで聞いてみたんやんか。
ほんだら、その相関がある分野の勉強をすることっていうことは私もそう思う。研究派だ理系男子っていうのはやっぱり興味があるのは学問なんよ。自分の研究に役立つような話ができる女性の方がいいと思うね。うちが知ってる理系男子の中でも同じ分野の女性と、まあ、結婚したりとか付き合ったりとかしてるから。で、そう、うちの知り合いの理系男子の回答がおすすめの分野まで教えてくれたから一応紹介しとくと、超伝導とあと原子核物理学らしいです。それ結構きついやん、はっきり言って。だからうち的にはその共通の趣味を持つ方がいいかなと思ってて、もしその彼に好きなゲームとかがあったら自分も極めて一緒に話ができるような関係になるっていうのが大事かなって思ったんやか。うちも学生の頃、まあ、彼氏とか周りとかが理系男子だったから、まあすごいマニアックなゲームとか、あとなんか小説とかオタクっぽいやつ、同じ共通の話題を作るために結構自分も合わせたよね。うん、やっぱりその好きな人を振り向かせるにはそこまでしないと理系男子は振り向いてくれないですと。ここまで他の理系男子にも聞いてみて、私たちなりっていうか理系男子と理系女一同の答えなりに答えは出てんけど、多分良くも悪くもかなり変わってる人が多いよ、こういう人って。いや、もう知ってる人だけでだいぶ変わってるから、まあ他の男に行くのもいいんじゃないですかっていう回答をしたんやんか。まあ付き合うとなかなかしんどいと思うよっていうのが、まあ私の回答ではあるんやけど、まあ私が言うなって感じやねんけど、とりあえず最後に告白した方がいいと思うよっていうことを私はメッセージ送ったんやんか。で、 LINE をざーっと見せてもらったんやけど、結構ね、私が想像してた以上に相談者の人がめっちゃアタックしてるやんみたいな感じで、週末に空きがあれば科学館に行かないとか、会える時間全部大事にするまで言ってんねんで、会える時間全部大事にするってすごくない？え、彼女みたいな。で、この子結構全然めげなくて、来週末とか再来週末とかはどう？みたいな感じで誘ってるんやんか。まあ、結局その科学館に行く約束をしてたんやけど、お誘いはありがたいんですけど、今回の帰国中に他にも会いたい人がいるからいいかなって気がしています、てんてんてんみたいな、急に敬語みたいな。今までスタンプやったからなんか結構ちょっと距離置かれてる感はあるけど、ぶっちゃけこれ理系女とか関係なくね、もうきついなと。うん、いや、 OK じゃねえだろっていうね。全然 OK じゃないけど、でもはっきり断られてる感じもしないよねっていうことを言って、でもこれ以上言うと友達関係がなくなるから OK で送りましたって書いてるんだけど、いや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 、もう気持ちはバレてますから、もう告白して一旦連絡を切る方がいいと思うよって送ったんやんか。これは男女の友情は無理ですと。この時点で無理。さすがの理系男子も気づきます、さすがに。このぶっちゃけね、この距離感をすごくとってきちんと断ってるあたり誠実やと私は思うんだよね。で、なんかご飯とか食べに行ったりとかしてるらしいの。まあそれなら、まあ、結構別に脈ないわけじゃないかなって思ったわけよ。私やったら絶対に約束はしないっていうか、理系男子約束しないから。だからうちは返信として、よし、本当は彼女になりたかったって伝えてブロックしようって言ったよね。ブロックですかみたいな。だってさ、もし気になったら向こうから連絡してくるわけやん、別に。だって Facebook 交換してんねんから。だから一応もう文章の例文まで送ってるから、辛いからもう連絡しないね、本当はずっと彼女になりたかった、ここで切って明日までに返信がなかったらブロックします。とりあえずブロックはちょっと嫌やったみたいねんけど。彼がスイスにいる時は本当に数ヶ月に一度しか LINE しません。だから来年1月、え、今3月やねんけど、違う、今4月か、6ヶ月後、遅くね。もうそんな私半年も待たれへん、無理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 。来年1月彼が帰ってきた時、自分磨きしてまた会えたらチャンスあるかもしれないと考えました。ただ将来誘っても彼は来てくれないだろうねみたいな、ちょっと浸ってるんやけど。で、スイスにいる時はあまり連絡しないからリセットできるかなみたいな感じで言ってて、だからうちはやっぱ最後に告白して一旦今の関係をリセットする。だって追いすぎやもん、明らかに。彼からの連絡は来たこともないです。ブロックしても彼は一生わからないかもしれません。やっぱそれやったらそれで仕方ないからって思うやけど、うちは2年間いつも私からって、いや、よくそれで2年間ずっと好きでいれたなっていうのがちょっと私にはすげえなって思うんやけど、まあブロックはね、まあともかく一旦もうこちらから連絡はしない旨を伝えないとこっち向かないよって私は思うわけよ。
だからもう例文をもう一度送って、このまま辛いからもう連絡はしません。研究頑張ってください。これを送って一旦切ろうって私は提案したわけよ。かなり勇気いりますみたいな。でもさ、LINE 見てみると別に彼女ができたから会えませんっていうわけじゃないから、なんか別に一旦こっちからバッて切った方が効くんじゃないかなって私は思ったんよね。他に会いたいっていう人っていうのもまだ別に特別な彼女っていうわけでもなさそうやし、むしろ相手に振られた気分にさせるのが大事やから、まあそれはこの子も同意で、全く気がないただの他人として思われていない場合は好きにしようって思われないでしょうか。まあでもある程度気があるから、まあ科学館とかオムライスとか食べに行くんじゃないのって思ってるから、理系男子はそんなね気がない女とオムライス食べませんから。強引に誘われたら食べるかもしれんけど、そんな科学館には行かへんかな。まあ、とりあえず今は自分から連絡を絶つことが大事だよ。もう一回念押しで例文を送って、これをコピペして送って、半年は彼の SNS は見ないこと。もうツイートも見ない。Facebook も見ない。ミュート。うちからしたら、友達と週一で連絡してる理系男子なんか聞いたことないわけよ。しかも女で。絶対にない。で、まあ、この子台湾人やから、週一の連絡は控えめだと思ってました。それは日本の理系男子には全く当てはまりませんので、特に台湾って LINE がすごい発展してるっていうか、もうずーっと LINE してるんやんか。もう恋人同士の LINE がやばい、友達同士の LINE もやばいっていうぐらい LINE をやってる文化なんよね、台湾って。で、相談者が毎週僕に連絡をくれる、もしかして彼女は僕のこと好きなのかも、また遊びに行ったら誤解を招くからデートも断ろう、上記のような心理状態だったと推測しました。正解です。まあ、はっきり断ってないことに望みを託すやったら、こっちから切るべきかなっていうのがいいかなと思ったよね。だから、まあ、告白して無理やったら、まあ、次行くしかないんじゃないみたいな普通の回答をして、まあ、少なくとも、告白して、スイスに帰国するまで連絡がなかったら終了ですって送ったよね。で、心の準備ができてからやります。今は怖いですって言うから、まあ夜中2時ぐらいやってんか、夜中にちょっと送ったらさ、ちょっとメンヘラっぽいやん。だから朝送った方がいいんじゃないっていうことにして、そっからまたね、顔の偏差値は80と50の差。まあ確かに断られるのは当たり前です、みたいな。私は一応イギリスの名門だけど、あくまでも大卒。彼は東大で博士。何でもかんでもが違いすぎるって書いてあってんけど、そんなごちゃごちゃ言ってないで、とりあえず告白したらって言ったんやんか。うちも理系なんで、無駄なこと嫌いなんですよ。それ今考えても仕方なくないと思って、今一番大事なことは告白すること。で、自分から連絡を絶つことっていうのが大事やん。はい、以上ですって送って、じゃあ頑張ってねっていうことで、まあ終わってんけど、ついさっきのことやから、まあこっからまた連絡くれるかもしれんねんけど、一旦ちょっとリアルな恋愛相談にガチで乗ってみたので、動画にしてみました。はい、また連絡待ってまーす。めこでした。ダウンタイム中やったけど、ちょっと急いで編集して動画投稿したいと思います。そう。うちでよかったら恋愛相談待ってます。バイバイ。ここって1万人記念の動画を撮ったばっかりなんやんか。で、その不況用 CD を100枚買ってアマソラクリニックにさっき送りつけといたから、クソイ先生に。そう、うちのリスナーさんで結構アマソラクリニック行きましたみたいな人が多いから、アマソラクリニックに行ったらその CD を受け取ってほしいの。お願いします。本当におすすめの大好きなバンドなんで、その CD を受け取ってほしいです。というわけでね、細井先生の影響力ありがとうみたいな感じでした。チャンネル登録よろしくお願いします。そう、私チャンネル登録者数5万人いったらまたズーマーさん呼び出して OK って言われたから、5万人次は目指して頑張りたいと思います。バイバイ。